NC's TV。彼の本音、男性の本音が知りたい。NC 教えて、男子トーク。彼氏には聞けないけど、恋愛、エッチで気になることはありませんか？LC ラブコスメティックのアンケートで実際に寄せられた女性のお悩みに男子3名が赤裸々に答えるこの番組。今回の質問はこちら。オーガズムについての、次の質問が、うん、一緒にオーガズムに達するように何かしてますかと、うん、一緒にオーガズムに達するために男性は何かしてるかっていう質問。へー、はい、なんかある、はい、でもよく聞くのは先に行っちゃいそうになった場合の話なんですけど、うん、あんまり好きじゃないっていうか、まあ、顔では売ってない女芸人の顔を思い出したりとか、おばあちゃんとかそういう、まあ、ちょっと興奮した気持ちを抑えるってこと、ね、抑える、まあ、ペースを落としてちょっとまあね、可愛いとは逆の方法を思い浮かべてちょっと落ち着かせるというこの場からちょっと、うん、そう、興奮を抑えるために、これはあれか、一緒にオーガズムに達するために遅くする行くのを抑えるって方法ってことだね、男性側が、うん、女性が先パターンはちょっと分かんないけど、はあはあ、なるほどね。数は、俺はもう普通にペースをちょっとこう緩めたりとか、その女性を見て、ね、その一緒にオーガズムに達しそうな時には、うん、あのちょっと早めたりとか、そうっていう、なんかペースの配分を相手に合わせるってこと、相手に合わせて変えたりとか、そういうことかなって思ってた、ね、ペースか、うん、俺何もしてない何もせずにいい感じにいくの、あのね、だってやばいな、一緒にオーガズムに達することってある今までに俺そういう経験がないから、もうこういうのって、うん、漫画とか それこそ、うん、あの映画とか そういう話の中だと思ってるから、うん、あ、そうだよ ね、 そのね、DVD とかね、そう DVD とかそういうのでしかないものだって思ってるから、一緒に行けたらいいなと思う、それはもうそれは理想だと思うけど、うん、できないだろうなって思ってるから俺工夫、うん、だから男ってさ、オーガズムに達出する回数って限られてるじゃん、いくら体力があるって言ってもさ、何度も何度もは。で、女性は、まあ、何回でもってわけでもないけど、うん、男性よりかは何回かあるわけじゃん。だから俺がやってるのは、その女性を何回かオーガズムに達してから満足したぐらいで、こっちもオーガズムに達するっていうことをやってるぐらい、うん、ああ、それは優しいね。そういや、こちら手ってのは絶対ダメだよ。そうだよね、うん、うん、最初考えてないっていうからそうなるか違う、ちゃんと考えてる、ちゃんと考えてる、もう慣れたあのオーガズムに達しさせてあげてから、最後自分も合わせて、そうそうそう、だから一緒には考えてない、一回もないんだ、でもね、俺今まで一回もない、ある？一緒に行って。いや、これもなんか演技の話になっちゃうかもしれないんだけど、わかんないけど、ね、なんかそういうあの一緒にあのオーガズムに達したあの感じで終えたことは何回かあるよ。うんうん、ああ、それ。でもそれが一番いい。一番、それが一番理想だよね。終わりはいいよね。うん。だからこのこれが一緒にオーガズムに達する工夫なのかわかんないけど、そのペース配分とかっていうのはまあ自然にやることなのかなって思うけど。合わせるっていうのが一番重要、うん、先にはまずいから、うん、そうだねそれだったら全く問題ないからでも全然、うん、でも問題ないのかな、どっちもまあ満足、これ今までだってそうやってたけど、うん、その数の言うやり方だって正解だし、タイミング合わせる、タイミング合わせるっていうやり方だし、芸人さんの顔を浮かべるのはユニークで、まあでも落ち着け、変化球入ってたからしょっぱながらね、まあ、でも言ってることは分からなくはないけど、うん、まあ、でもそれがイコールペース配分と一緒だからね、そうだ ね、うん、自分でね調整ができれば、ね、でもよくできるよねそこまで器用じゃないかもしれない反応人のこと考えるとちょっと難しいな、そうそうそう、この場でこそ自分の匂い気になりますか？脇、汗、足、デリケートゾーン、実は 71.3% の男性が女性のデリケートゾーンが気になると回答。自信があるデリケートゾーンへ。
LC ジャムーハーバルソープで検索。